いくつですか？67です。だから入ります。入る？あの右側の木狙うか、はい、あの隙間を狙って、はい、右側の木を狙うか池と木の間を狙うかですね。うん、 OK。 また軽く、はい、じゃああの池と木の間を狙います。はい、後半もお願いします。お願いします。おっと右逃げた。あ、でもどう落ちてきて、早く。あ、いいとこじゃん。あ、いいとこじゃない。はい、結果オーライ。なるほどね。意外に大丈夫かもね。ちょっとでも今あれよ、優しめに打ったよ。そうだよね。うん、じゅんちゃん全然入るかも。引っ掛けたら終わる。うん、こんな感じですか。うん、やっぱ私も木かな。木と池の間、うん、この辺です。あ、引っ掛けた。落ちて、早く。あ、全然大丈夫。大丈夫、全然手前。なんか思いっきり引っ掛けた瞬間に言っちゃった。あ、びっくりした。午後一だからね、ありがちよ ね、 うね、うん、よかった。もうこれぐらいの気持ちで振ったから。これぐらい、そう、これぐらいの気持ちで振ったから全然飛んでなかった。ユーティリティじゃ大きいよね、多分130とかなんだけど、6万円です。行った。ほら。もう無理やりです。出ました。今のはつま先上がりで、はい、まあ、130、はい、嬉しそうに。やめてよ、今わかりやすく。めっちゃ嬉しそうに。今のは解説入ってたのに。今のは、はい、つま先上がり130ヤード、はい、本来なら8番持つんだけど、うん、7にしてちょっとオープンに構えて、うん、こうクラブが抜けるように動線をオープンにして、うん、はいはい、クラブが抜ける道を作ってあげて、うん、ハーフショットしました。以上。カット打ちってこと？じゃあカットじゃない？でもオープンに構え、うん、オープンに構えて、うん、こうクラブが抜く感じ、クラブの通り道を作ってあげたから、うん、結構さ、つま先上がりって詰まりやすい。詰まる。だからちょっとオープンにすると、うん、抜けるんだ、うん、なるほどねっていう風にしました。はい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 。はい、それを嬉しそうに語ろうとしてた。なんか可愛かったよ。すっごい嬉しそうだったもん。すっごい嬉しそうだったもん。やめてよ。切る。おー、ナイスタッチ。止まった。距離ぴったり。距離ぴったりね。膨らませすぎたね。スライスライン。
っ掛けた引っ掛けた、うん、OK スリーパンチやばい、私もこれ怖いよ。ちょんと打つよ。あっいや、打っちゃった中伊豆グリーンクラブ、うん、毎週金曜日はレディースデーとなっております。毎週金曜、うん、毎週金曜日、はい、料金はですね、うん、セルフで890、うん、間違えたさっきも同じように読み上げましたね。8950円、昼食付きの1組4名ですね、うんうんうん、ご飯付きね。そう、うん、でさらにですね、1月11日から3月15日は8450円。安い、安いです。さらに、はい、デデンはないさらにデデン、昼食ワンドリンクサービス付き、デデン、さらに週替わりでプレゼントがついております。プレゼント、なんだろうね。ヤードです。プレゼントってなかなかなくない？ない、すごいね。もともと安いのにさらに安くなって、うん、さらにさらにみたいな。昼食付きで8000円台、うん、8000円台、うん、安いね。安いです。プレゼントもついてます。女子に優しいね、やっぱ。うん、ティーグランドもさ、レディースティー結構前だもんね。そうだね、うん、なんかね、前は 端っこっていうか、なんかなんていうの、うんうん、とこにあったのが、言ってたね、うん、もうちょっとこう狙えるような位置に、うん、なったって言ってたね。戦略性もしっかりとあるレディスティってことだね、うん、そうね。女性に優しい赤いズグリーンクラブです、はい、よろしくお願いします133ヤードちょい打ち上げの風がちょい右から、あ、そうでした、すいません。あ、秋、秋だね。まあまあ、まあ、方向通り、まあまあまあ、すごい声出ちゃったよ左、いい音。うおー、ホールインワン、ナイスショー。近いよ。近いね。どんなもんか行ってみて。いや、いいね、うん、いいよ。結構下ってるよ。だよね。カップのとこはもう結構あーってきちゃう。分かった。まあまあじゃない、うん、来た、来て、あ、惜しい入って、惜しい、綺麗だね。あと、うん、ありがとうございます。ボギーです。ふやぴー、レスパ、はい、完璧です。取れなかった、ナイスショー、はい、遅れた。あ、でも耐えたね。耐えた、ちょっと、うん、
残ってそう。こうなってるよね、うん、重い？やっぱ久々に会うとさ、クラブ重く感じたりするじゃん。重く感じる。重い、うん、いやなんかね、重わって感じじゃないんだけど、うん、なんかうまく触れないって感じ。そう、うまく触れない。出てるんだよね、手がね、やっぱね。浮いちゃうんでしょ。浮いちゃう。体がこう起き上がっちゃうと浮いちゃうから。そうなんだ。なんかこう、もう朝の片足打法忘れてるね、うん、突然始まったやつね。やっぱ浮いちゃってるな、体が。グッとやりたいんだけど難しいな、ゴルフって。そこがね、そこがミソでしょ、うん。上がりの小屋だでしょ、さっきで言う。そうそうそう、短く持ってね、短く持って体を開いて、そう、ハーフスイング。そしてちょっと右側に置いた方がいいかな、うんうんうん、しゃ何今の。もう分かんない、何とか言われても。何今の、フレームアウトしたでしょ今完全に。面白いよね。見た1メーターぐらい持ってた。今前の首のおじさんがうおーすげーって言って。そういうのちゃんと聞くタイプだから。もっとちょうだいみたいなね。もっともっとってだって、ピーンってやさ、うん、マジで多分なってたと思う。まだまだいけんな、さすがですよ。行ってもうた。飛んだね。気持ち出ちゃった。ガッていったね。こっから下ってんの。そうだね。めっちゃ下ってんじゃん。ここ。うわ、惜しい。オッケー、肩ボギー。微妙に切れるよね。入んないよ、あれじゃしょぼいわ。